占いというのはどうでしょうね。僕、こう生まれた時に生命判断で名前を付けてもらったらしいんですね。うちの母親が割とそういうことを気にするたちですので。で、僕もまあなんか占いはちょこちょこ見たりするんですけれども、二十歳ぐらい、18ぐらいの時かな、占いでね、大器晩成だと言われたことがあってね、微妙やなと思うんですよね。ああ、そうか。17、8で大器晩成と言われると、ああ、そうかと思いません？でも今になったら大器晩成って言われてよかったなと思ったりもしております。純度の高い情熱だけがあなたの人生を輝かせる。冴澤翔輝の情熱の羅針盤。この番組はバームトンレコーズの提供でお送りします。会いたいと呼び出され。まあね、生きていくということはずっと前向いて生きていくことなので、まあ後ろを振り返るというのもね、まああるんですけど、その時その時、今が全てであり、未来というのは遠い遠い先のようなことに思うわけですよね。今辛いことがあった時に、この今のこの辛さを何とかしてほしいと思ったりするわけですよ。でもその時々思うんですけども、まああえてね、誰とは言わないですけれども、例えばその17、8で、ピークを迎えるような人もいるわけじゃないですか。こう大きな賞を取ったりとかね、世界的に有名になったりとかした時にすごいなと思う反面、そっから先の人生の方が長いわけですよね。それを考えたら、まあどっちがいいかというのは、まあちょっとこうね、決めがたいものがあるなと。で、早くピークをね、して早く死んじゃえば、まあそれはそれでかっこいいんですけど、やっぱ長生きもしたいし、ね、その長生きした年取った時の方がなんかこう下の方の言ってる感じだと嫌だなと。それを考えれば、まあ大器晩成と言われるのは悪くないことだと思うんですよね。ということで、改めまして冴澤翔輝です。第2回目の放送となりました。今回はそういうちょっとテーマについて語りたいと思います。まあいろんなジャンル、いろんな生き方があると思います。まあ、芸能とか例えばスポーツとかはやっぱり若いうちにそのある程度こうね、登っていかないと、年取っていったら、まあいろんなことが鈍ると、体力であったり感性であったりね、鈍ると言われるわけですよね。でも世の中にはその年を取ってからの方がその、まあ、円熟味が増すとか言われるものもあるんじゃないですか。特にその人生というかね、人間のその在り方とかをこう語ったりするときには、やっぱり年齢ね、経験はものいうねことがあると思うんですよ。まあ具体的に言うと作家とかですよね。作家さん、まあ、作家小説というのは人間を描くわけですから、やっぱりその17、8、20歳そこそこ、まあ30でもいいんですけど、の目で見るその人間模様と、まあ50、60になってから眺める人間模様というと、やっぱりそのね、深みなりなんなり、変わってくると思うんです。まあとりあえず、まあそんなに怒らなくなったりもするとか、人が許せるようになったりするじゃないですか。ああ、なんかこう、キャンキャン騒いどるなとか、なんかこうね、ヒステリー起こしてはるなとか、そんなに悲しまんでもええのになとか思ったりするわけですよね。だからまあ小説家というのは結構年取ってからでもいけるのかなと。まあ逆に言うと若いうちは苦しむね、こともあったりと思うんですけれども、有名な小説家に横溝正史という方がいます。ご存知でしょうか。日本のミステリーの大家ですね。日本を代表する名探偵金田一耕助を生み出した人ですよ。でもなんとなくどの時代の人かってなんかピンとこう来なかったり、来なかったりしませんかね。今でもまあ金田一耕助とは有名じゃないですか。横溝正史さん自身はね、明治生まれなんですよ。明治に生まれて、戦前戦中戦後も生きてきて、ね、だから戦争もこう経験してて、でその時の経験をもとにして、戦後にその人気作家になるわけですね。でその時にも一回人気作家になるんですけれども、僕らがその横溝正史というとですね、横溝正史シリーズというのがテレビドラマでありまして、まあ映画でもね、犬神家の一族という映画が、ごく最近、何年前や、それとも10年前か、リメイクされましたが、あれ70年代なんですよね。70年代に横溝正史ブームが起こりまして、あれは角川映画ね、角川春樹事務所が、まあそう仕掛けたわけですけれども、もう本当に当時も戦後すぐの、こう、遠い過去の人気作家だった横溝正史の作品を、もう一回売り出そうとしはったわけですね。
そこが、まあ、あの時の門川春樹というね、若い社長の、まあ、経営眼だったんですけれども、それによって、まあ、本も売れます、映画も売れますと。で、一大横溝正史ブームが起きたわけです。その時、なんと、横溝正史先生、御年75歳だったわけですね。75歳で人生の二度目のピークが来るわけですよ。で、しかも一回目のピークは、まあ、戦後すぐだったので、まあ、言うても、まだ世の中もね、そんなまあごちゃごちゃしてますし、その売れた言うても多分そんなには、その、こう、教授をね、幸せを教授してなかったと思うんですが、77年のその時は違いますね。テレビ、ラジオ、引っ張りだこで。で、出す、その、もうすでに発表してる本が山ほどあって、それがどんどん売れていくと。で、人間売れていくと偉いもんで、もうセミリタイア状態だったら横溝先生もですね、あ、これ、新作書こうかなと思ったらしいんですね。で、75歳になってから大長編をね、悪霊塔とか出さはって、で、結局79歳で亡くならはるわけです。亡くなったのは1981年です。大往生じゃないですか。こんないい晩年はないんじゃないかと思うんですよね。僕らで言うと、その、小学校の5年生、6年生ぐらいの時にその横溝正史ブームがありまして、僕も推理小説が好きだったんで、読むわけですね。舞台がまあ戦後すぐが舞台になってて、もうおどろおどろしい話です。遺産相続だったり。で、戦後すぐなので、まだその警察機構とかもね、いろいろちゃんとしていないので、事件はどん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 複雑怪奇なものになっていく。それがまあミステリーの魅力になるわけですけれども。それがね、なんか70年代の空気感にあったんでしょうね。だから80年代に入ってたらもうそんな感じも、入られなかったと思うんですけれども、そこでその一大ブームが起きまして、で映画は市川崑監督で、伊坂浩司主演でされたんですけれども、まあ、同じくテレビドラマシリーズが始まりまして、でこれは古谷一行、ね、さんが金田一耕助役をしてまして、これがまたね土曜の夜の、10時からかにやってたんですよね。で、まあ、当時、その、土曜の夜の、なんとなく、その、こう、夜更かししていいわけですよ。子供からするとね、土曜の夜だけは。で、8時に、8時で全集合を見て、9時から、G-75 かなを見て、で、10時になったら、金田一耕助シリーズ始まるみたいなと思って見るんですけど、あれがまだ怖いんですよね。熊が来たりて笛を吹くとかね、三つ首ととかね、そんな見た日にはもうそら寝るのももうね、なんかもうなかなか寝つけないし、トイレに行くのも嫌でね、怖い思いしたもんです。でもドラマとしては名作でした。で、もちろんその工夫や一行のね、あの金田一耕助も良かったんですが、あれ主題歌も良くってね、あの曲聞くとなんかまあなんか70年代なんだか戦後なんだかわからない空気感がね、よく表れているんです。ということで今日の一曲目は金田一耕助シリーズの主題歌となりました、幻の人、茶木都さんです。青春の痛みと希望を透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中、バームトーンレコード。マスの CD100 枚作っても売れたのはたったの5枚。生死をかけたギャグの果てに笑いの渦を巻き起こせ。ロックと笑いが交錯する53分の破天荒なエンターテインメント、アキッスンファーストアルバム、ミックスナッツ大作戦、ただいま好評発売中、アントンレコーズ。
滑るのは怖くないさ。千秋宮古幻の人をお聴きいただきました。いかがだったでしょうか。不思議な曲じゃないですか。77年の曲でしたね。僕は77年、78年、79年あたりの音楽がすごく好きで、まあ一言でフォークとも言えず、ロックとも言えず、いわゆるニューミュージックかみたいな感じのね、そのいろんなこう、サウンドが混じり合った感じがまあ好きなんですけれども、まあそういう曲をね、作っていくっていうのは、まあもちろんその時代背景とかもあってね、その、空気感をいかにその音に落とし込むかっていうのがね、その面白いところで、これまたその時代が変わるとこの曲が出来上がらないんですよね。まあそんなこんなで、そういったことをちょっと僕はYouTube の方の公式チャンネルの方でも語ったりしております。サイザー正気という名前で検索していただけると出てくると思います。今ちょうどその青春ライバル物語ということで、ニューミュージックグループのね、いろんな組をその時系列に合わせて全曲語っていくというのをやっておりますので、よかったら探してみてください。オフコース、チューリップ、アリス、それからカイバンドあたりを喋っております。そしてですね、その他、まあ、ライブの方なんですけど、シェイクマイデイズというね、まあ、先週もお話しましたが、19歳の女の子とこうユニットを組んでおりまして、僕がまあ今日書いてるわけですよ。最初17歳の時に組んでますからね、その子が。17歳の女子高生の気分で詩を書いたりするわけですよね。気持ち悪いと言われるんですけど、いや、自分にも17歳の時があったので、書けないことはないわけですよ。気持ちさえ、ピュアなままでいればということで。で、基本は、やっぱり青春をいかにね、描くか。ね、青春というのは、まあ、キラキラした幸せな気分の時もあれば、落ち込んだりね、悩んだりする時もあると。その空気感は僕もよく覚えております。そこを忘れずに、ね、自分がその、こう、ピュアな気持ちを育てていけば、どんな曲でも書けるわけです。初恋の苦しさね、胸のときまきなんかも書けたりするわけですけれども、今回はそんな、シェイクマイデスの曲の中でね、まあ、今回のそのテーマにあったわけじゃないんですけど、ちょっとそういう、夕暮れ時の寂しい感じの、曲を書いてみました。そちらがね、ファーストアルバムの方に入ってるんですよね。アイソスタシーというアルバムをやっておりますので、そちらをお聞きいただきながらのお別れとしたいと思うんですけれども、アルバム2枚出しております。ファーストアルバムがアイソスタシー、そして、セカンドアルバムがソレノイドということでして、まあ、ね、聞いてお分かりの通り、アイソスタシーというのは地学の用語で、ソレノイドというのは物理の用語ですね。まあボーカルの子、三月って言うんですけどね、まあ、勉強は嫌いだということですが、唯一学校の先生で好きだったのが、地学の先生が好きだったということで、その地学のね、用語から持ってきて、ちょっと機嫌を伺った次第であります。ということで、シェイクマイデイズ、夕暮れインサイダーをお聞きいただきながらのお別れです。この番組はパームトンレコーズの提供でお送りしました。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。お相手は、サイダー正気でした。また来週。一日は終わってく。幸せと呼びたい、ささやかな出来事、ポケットのコインで感じてる。夕暮れにサイダー、乾いたため息を飲み込んで、行く先の霞んでるバスを見送るよ。さよならみたいな嫌いな黄昏のその先に、夢やきらめきがあるというのなら、その強さを教えて。勇敢な顔の鳥は、空だって街だって思うまま、茜空